ションチュ、こんにちは、ドクターレーションです。今日はですね、久々にスキンケア、夜のスキンケアですね、メイク落としルーティンをご紹介していこうと思います。まずですね、クレンジングは今これを使ってます。クリスティーナのシャトーデポーデピノピュアクレンザーというものですね。ジェルクレンザーになります。大容量ですね。お風呂で私使ってます。伸びも良くて、まあ完全に手が濡れてる時は使えないと思うんですけど、若干手が濡れてても全然使えますね。これメイク落としだと思ってるんですけど、メイク落としじゃないのかな。メイク落としとして使ってるんですけど、今のところ問題はありません。摩擦がかからないぐらいスルスル滑るので使いやすい、クレンザーだなっていう感じですね。こんな感じで結構馴染んできました。ここでですね、ヒロインメイクのスピーディーマスカラリムーバーでマスカラだけ落としていきます。あ、ここ電気つく。若干明るくなりました。落とします。今全部マスカラをやったところです。そしてここでこのエチュードハウスのスンジョンリップ&アイリムーバー部分メイク落としを使っていきます。これを混ぜてコットンつけて、もうマスカラも浮き上がってる状態なので、とにかくこれをグッと押します。で、やるとこう取れてる。でこれを使ってちょっとこの周りのね、アイシャドウとかアイライナーも取ります。もう普通のマスカラが取れない状態で過ごしてると、目の下の色素沈着でクマみたいになっちゃうこともあるので、アイメイクリムーバーぜひ使ってください。今顔洗ってきたんですけれども、顔を拭く時もね、普通のタオルだと結構摩擦になることもあるので、こういう、私は今日たまたまこのエリエールのお手拭きタオルですけど、こういうね、まあ、ティッシュでもいいですけど、ティッシュだとかなり濡れるので、こういうペーパータオルでこんな感じで水を取って、摩擦なく水を取ります。でここから洗顔ですね。洗顔、今はドクターエルシアのアミノ酸ジェントルバブルクレンザーっていうのを使ってて、でたまに、鼻の黒ずみとか顎のニキビができやすいところにこのゼオスキンのエクスフォリエイティングポリッシュを使っています。まあ、これは何回も紹介してるんですけど、スクラブ状でかなりザラザラするんですが、顔を水にずらした状態でやると結構滑りがいいです。こっちはですね、本当に泡で出てくるタイプで、ただ優しい洗顔料っていう感じですね。でも洗い上がりは結構さっぱりしてます。これをこんな感じで泡が出ますね。こんな感じでね、一応洗顔まで終わりました。ここでお風呂に入って出てきて続きをやろうと思います。今お風呂上がって髪を乾かしてまいりました。でもね、化粧水とか正直変わってなくて、ゼオスキンのバランサートナーを使ってます。今日ちょっとまだ使ったことないけど使ってみたいものがあったので、それをね一緒に使っていこうと思います。バーストっていう最近私がハマってるブランドですね。ジェントルレチノールセラムということで、こんな感じですね。今の時代レチノールはねすごく人気ですし、あんまり普通の化粧品に高濃度で入ってることもないんですけど、今回はちょっとこれをね買ってみました。ポツープッシュ出して首とかに使って、1分置いてから次のスキンケアに行けということなんで、まずこれを手に出してみます。あ、特に変な香りもせず、ジェル状の美容液ですね。インキーリストのバクチオールはめちゃめちゃ変な香りして、私使えなかったんですけど、これは変な匂いがしないから使えそう。なんかあさこがバクチオール使ってくれてるんですけど、私が使えなかったんで、すごいいいって言ってリピしてました。首もね結構お悩みでご来院される方すごく多いので、やっぱ予防が大事だと思うんで、首はね人と差がつくと思います。これで1分待ってと。でも結構すぐ吸収されて、なんかもうベタベタ感とかは一切1ミリもない。もう乾いてなんかもちっとはしてる感じがします。いつもだとバランサートナー、ミラミン、デイリーピーディー、この3つを使ってます。お客さんとかに聞かれたらこれをおすすめはしているんですけれども、今日はね今のよくわからないっていうか、レチノールのセラムを塗ってしまったんで、どうしようかなという感じですけどね。このナイトジェル、これも結構もう保湿されるんで、これだけで今日は終わろうかな。こんな感じで普通のクリームです。なんか毎日同じのっていうのはあまりやんなくて、私結構日によってスキンケアは変えますね。
結構調子がいいことが多いのと、あといろんなもの使えた方がスキンケアより気になるし楽しいんで、あのドランクエレファントとかもまだたまに全然使うし、今ちなみに今使ってるこれは乳酸グリコール酸の入っているジェルクリームです。私は本当にピーリングがないと肌がほんとすぐニキビができてすっごい調子が悪くなるので、そういうちょっと皮脂が多いとかニキビができやすいターンオーバーが悪いそういう方はぜひこのバースドの使ってみてください。カルトビューティーで買えます。ちなみにバースドからはこんな感じの、ドロパックも出ててちょいちょいたまにやってますね。なんかでも効果があるかっていうとちょっとこれは正直よくわかりませんでした。でアイセラムとかはちょっとたまに別の使ってて、これは結構目の下に使うんですけど、これはドクターデニスグロスのレチノールのアイセラムです。ジェル状のものを目の下にこう、これはねなんか効果ある気がする。若干高いのと毎日使わないんですけど、私は目の下にいい気がしてます。張りが次の日出てる感じがするなって思う。ただまつげピューキもたまに使うんだけど 3,4 本置いてあって目に入ったものを使うって感じです。今日は目に入ったのがたまたまこのロレアルの、エクストララッシュセラム、これねすっごい昔に使ってみてなんか効果があった気がしたんで、はいっていう感じでちょっと私の夜のナイトルーティーンを久々に紹介しました。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらインスタ、ツイッター、そして YouTube チャンネルのチャンネル登録といいねもお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。すっぴんですいません。またねー。Thank you.